ヘイモナさん、こんにちは。いつも動画を楽しみに毎日を過ごしています。今回コーチングをしていただきたく DM しました。武器はもみじシューター、 XP エリア1842、ヤグラ1740、プレイ時間は2で800時間、3で670時間です。潜伏が少ない、敵を追いすぎ、エリア管理ができていないなど、直さなければいけないところはたくさんあるのですが、改めてヘイモナさんの視点でビシバシコーチングしていただきたいです。ヤグラとエリア2試合分です。よろしくお願いします。ということで、今回もコーチング動画をねいただきました。ありがとうございます。今回この方ね、もみじシューター使ってきてるんですけれども、僕もねもみじシューター使うのはめちゃくちゃ得意なので、持ち武器の一つでもあるんですよね、もみじシューター。なんでしっかりとね、この方のねもみじシューターさばきっていうのを僕はねコーチングできるんじゃないかなと思いますので、しっかりと、その辺ね、容赦せずに、コーチングして、スプラトゥーン引退に追い込んでいこうかなと思いますね。コーチングお願いしますって言ってる方に対して、スプラトゥーン引退に追い込みますとか言ってるの多分世界で僕しかいないと思うんですけれども、そんな失礼なことをね、言いつつもしっかりと今回ねコーチング動画頑張ってね見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。早速ではもみじシューター見ていきましょう。さあ、チョウザメ造船のガチエリアということで、もみじシューターさばきをねしっかりとプレイング見ていこうかなと思います。エリカさんですね、よろしくお願いいたします。味方の編成で言いますと、もみじシューターと、リッター 4K、 そしてスコープ付きですね。でスペースシューターとスプラローラコラボ、そして相手リッター 4K とプラコラ、そして赤ザップ北斎がいるという感じなんですけど、ガチエリアまずはしっかりと抜けていくって立ち回りは割といいんだけど、ちょっとこの9番ボムもったいないかなって感じはあるんですが、もみじシューターでさ、ここに登る意味ってもうすでにあんまないと思ってるんですよね、基本的に。やりたくなる気持ちはすごくわかる。俺も多分やってると思うんで、わかるんだ、気持ちはわかるんだけど、もうここに登る時点でもう前出ちゃってるんですよね。これで言うところのエリアの真ん中、この平面の真ん中のこの平らのところ、水平のところから先はもう敵陣なんですよ。そこから前に出る、そこよりも前に出るってことは、もう基本的にもうもみシューターであんまりやっちゃいけない感じがあるんで、前に出るとしてもギリギリこのもっともうちょい手前のこの斜面のところ、青インクが塗ってある斜面の自陣側のところまでじゃないと、これ以上は前出るのはあんまり良くないかなっていう。だからここに登る意味ってないんですよね。もうキルしに行くっていう、ムーブメントになっちゃってるんで、これはマジで正直言って、もうすでにあんまり意味がない。意味がないっていうか、やってはいけない。デスの確率があまりにも高すぎる。もう多分これ9番ボムじゃなくても多分やられたと思いますよ。普通に。もみじシューターでこのワンチャンを狙う立ち回りってマジいらないんですよ。ぶっちゃけ言って。ぶっちゃけ言って、ここで刺しに行く必要なんか全くないんで、後ろからトーピード塗って、まずはもうスペシャル貯める、そんぐらいの安定感があっても、全然いいと思うんですよね。で、ここはちょっと、マーキングついてる、北斎が入ってきちゃってる。いや、これちょっときついですね。で、今のところはやれた。今のところはやりに行ってもよかったような気がするが、こいつっすね。こいつは絶対に今、やりに行った方がよかったかなって感じは。後ろからちょっとね、北斎の職ワンダーが、追いかけてきてしまってるっていう、ちょっとリスクもあるっていうか、恐怖感っていうのも、あると思うんですけど、この味方の MRNA っていう、理系っぽい名前したやつが追ってるこの相手の多分プラコラかな。プラコラはこれもう2人がかりで絶対やりに行けたと思うんで、これはやってよかったっすね。こういうところはやりに行かないと、2人だったら絶対的に多分やれる確率がめちゃくちゃ上がると思うんで、2対1の状況を作れるのであれば絶対的に積極的に参加しに行った方がいい。無理のない範囲でっていうのはあるんだけど、ここでしっかりトーピードを、いいですね。トーピードを投げてタイムを仕掛けに行くのは悪くない。これはちょっと武器の相性が出てしまったかなって感じがあるんで、今のキルは悪くないんじゃないかなと思いますね。トーピードでしっかりと敵にまずもう追い込んでいく。まずもうトーピード投げないで全然変わってくるんで、対面能力の差っていうのがね出てくると思うんで、今トーピード投げて対面仕掛けに行ったのは全然いいんじゃないかなと思います。で、あと真正面から行かなかったのもいいですね。横から刺しに行ったのも全然いいと思います。で、ここはしっかりとエリアを塗りに行くっていう感じで、ここはトーピード投げたいが、いい感じのキルを取っていったんじゃないかなと思います。トーピードちょっと少ないかな。トーピードもうここでも、オッケー。危ねえ、ここで投げろよと言おうとしたタイミングで投げたから、とりあえずギリギリオッケーいい。さあ、トーピード投げていく。オッケーいいですね。で、これはただ、これプラなんだこれ、ザップだな、ザップ。いや、これちょっとあれだな。これちょっと味方の方が助けに来てくれたけど、あんまちょっとトーピード投げたからといってね、ちょっと射程長いから正面から行くべきじゃないんだよな。今ローラーがファインプレイしたね、味方の。これはちょっとしょうがない。ちょっとこれはプライムシューターコラボにやってしまっていく。プライムシューターいい感じの距離感保って打ってくるから、結構いい感じでうまいっすね、プライムシューターね。さあ、味方、33カウントまで行ったんですが、
だんだん相手のカウントペナルティが減っていってるんで進んでしまってるって感じがある。サポーティードが全然刺さらないでいきますが、まずはちょっとホップソナー、これも良くないな、これもマジで、これもするべきではない。これね、正直言って今キル取れてもね、まあちょっとあんま言い方は悪いけど、このレベルだからキル取れるんですよ。うん。で、もうちょっとレベルが高くなってくると、まあ、今のこのぶっ刺し方は、もう正直言ってリスクでしかない。正面からね、行かない方がいい。本当に。正面からトーピード投げたとしても、行かない方がいいんだよな、今のはな。うん。これだよな。もう、これはね、どう考えても、敵の方が、威力も強い、弾ぶれもそんなないよ、プライムシューターコラボってね。確定3発で倒せるんですよ。で、トーピード、これ正面から撃っても、普通に、普通に壊せちゃうんですよね。まあ、横からだったら、こう、相手のエイムを、まあ、ちょっとずらしてワンチャンあるかもしんないけど、この正面だったら、もう、おとなしく引いた方がいいっすね。ああ。まあ、そうだよな。まあ、そうだよな。まあ、これやられるよ。これは良くない。これは本当に良くないです。トーピード投げたからって正面から対面するのは本当に良くない。これもうちょっともみじシューターだ、の、この、立ち回りとしては、マジ正面からは勝負仕掛けちゃいけないんですよね。うん。仮に刺さったとしてもね、それは運ですよ。うん。本当に相手が、全然うまいと、全然そんなものは刺さらないんで。デコイチらしい破壊するためのホップソナーは割といいんじゃないかなと思いますね。これはちゃんとエリアを取り返していくので、まあ、相手のカウント結構進んじゃったけど、まあ、とりあえず、ここで逆転できたらいいなって感じですね。で、まずは味方自陣側を塗っていき、まあちょっとリッター怖いな。で、リッターみたいなのにはリッター、いいね。リッターにトーピード投げろよと思ったけど、投げていったのは偉いですね。ちゃんと俺が投げろよと思ったところに投げるの偉いんで、いや、マジでびっくりするわ、ほんと。止めた瞬間投げるのも。一時停止した瞬間トーピード投げるのびっくりするわ、ほんとに。なんだこれ、シンクロでもしないか、これ。びっくりしたわ。さあ、しっかりと、まあちょっとエリア取られてしまったんですけど、まあ上トーピード投げたいですね、オッケーオッケー。もうどんどん投げていい、トーピードは。マジでどんどんドンブラコって感じで投げていいっすね。危ない。すごい危なっかしい。ナイスナイス。抜いてんの。危ない。これは、いいです。もう今、あそこに勝ち合っちゃったのはしょうがないんで、あそこでワンチャン狙うためのトーピードいい。あそこで出る出ないで全然変わってくるんですよね。あれトーピード出なかったら多分ね、普通に縛かれたと思うんですよ。いい。うまい。もうこの立ち回りうまい。この立ち回りはいい。で、立体に投げよう。そう、オッケー。いいぞ。いける。で、相手3落ち。オッケー。いいですね。いい。これはもう、順当にどんどん詰めてって、敵を縛き上げてって、最終的にワイパー取れたっていうのは、全然いいんじゃないかなと思います。さあ、トーピード投げていくのはいい。さあ、北斎にも投げていくが、ちょっとエリアがちょっと抜けられたら、まずこれはちょっと引いた方がいいな。まあ、今のホック職案だわ。ちょっとまあ、あれだったな。ちょっとまあ、逃げ切れなかったのはしょうがないかなって感じがあるね。で、相手デコイチラシを構えていたんですけれども、デコイチラシが宙を舞っていく。なんだ、風船にしか見えないんだよな、デコイチラシが。デコイチラシが風船にしか見えないんですが、さあ、まずはこの辺の、で、エリアのカウント、相手2落ちしてるから、これは取れる、これを勝てるんじゃないですか。あー、で、ナイス玉で完全に取られてしまったんですよ、痛い。エイム力が惜しい。オッケー。ナイスナイス。これ味方がちゃんとカバーしてくれた。ナイスリター。で、あそこにの多分、なんだ、赤ザップか赤ザップですね。ロボコ投げて赤ザップで、いいですね。なんか振り返り方がすごい、かっこいいな。トーピード投げて、トーピードでホプソン投げていくんで、味方のリッター縛いていくから。で、こいつも、オッケー、いい。あ、すごいぐるぐる回るな、エイムが。エイムがすごいぐるぐる回るが、勝っていくと、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。まあ、ところどころの対面では、トーピードを投げ散らかして対面を仕掛けに行くっていう立ち回りができてて、まあ、全然、もみシューターならではのね、まあ、うざさっていうのを発揮できてんじゃないかなと思います。もうちょっと俺、トーピード投げてもいいと思うんだよね。トーピードを投げろよって、こう、俺が思ってる時には投げてんだけど、まあ、それよりももうちょい前にから投げても、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。トーピードって2個同時に投げれないから、トーピード投げてすぐトーピードって投げれないですよね、普通に。1個しか存在できないんで、トーピードっていうのは。まあ、なんで、まあ、トーピードどんどん投げるの難しいんだけど、まあ、1個消えたらどんどん投げていくみたいな、もうどんどんそういううざい立ち回りをしていくのがいいんじゃないかなと思いますね。で、ただでもちょっと前出すぎ、まあ、無茶な対面を仕掛けてしまって、まあ、いるのが、ちょっと僕的にはあまり良くないかなと思う。で、そこが、
それで仮に勝てたとしても、それは相手があまり、まあ、正直強くなかったっていうだけなんで、それで試合勝ててどん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 上に行ったら、まあ、絶対的にそれで勝てない場面っていうのは生まれてくるんですよね。で、その、正面から突っ込んでて死ぬっていう立ち回りのせいで負けましたみたいな試合も絶対あると思うんで、まあ、その立ち回りもみじではやらない方がいい。もみじでそれやるんだったら別の武器、もうシャープマーカー、スプラシューターみたいな、まあ、そういう武器で全然やった方がいいと思うんで、もみじではその立ち回りはやらない方がいいかなと思いました。ということで、まあ、ちょっと次の試合見てみましょい。さあ、ヒラメギャオカドゥアンチでのガチヤグラですね。今回 も見ていきたいと思います。モミジシューターの立ち回りしっかりと見ていこうかなと思いますけれども、エクスプロッシャーうざそう、道路に飛ぼうとしてんの、道路に飛ぼうとしてんの、ちょっとなんかちょっと最初のエイム力すごい不安な、道路に飛ぼうとしてんのかと思ったけど、しっかりとエイムをちゃんと直していきました。さあ、ガチエリアですということ、ガチヤグラですということなんですけど、北斎が、あと相手2枚落ちている、北斎トラストとカーボンローラーですね。で、相手3落ちしたの偉すぎる、ローラー、これなんだ、ワイドローラーかな、ワイドローラーっぽいのが出るんだ、ワイドローラーか、エクスプロッシャー、そしてシャープマカネオとクーゲルスライバーって感じで、ホップスランちゃんといいとこ置いてます。で、ちゃんとヤグラに乗っているのはよくて、OKOK で、トラストで、なんかトラスト乗ってるから、ヤグラそんな乗んなくてもいいかなって感じは、ちょっとあったね。まあ、関門の時は、まあ、乗ってたら、二人、乗れば乗るほど関門って早く突破するらしいんで、まあ、それはいいんですけど、まあ、もう突破した瞬間にもうトラストが乗ってくれてるのは確定したんで、もうちょっと、まあ、ヤグラから降りてもいい、早くヤグラから降りてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ヤグラってね、集中砲火に合いやすいんですよ。普通に。ヤグラはもう普通にヘイトが買いやすいか、一番ヤグラに乗ったらみんなわかると思うんだけど、まあ、それデスしやすいんですよね、ヤグラに乗ったら。まあ、なんで、まあ、ヤグラにはあまり乗らない方がいいんで、まあ、そこ、どんどんね、もう降りてっていいんじゃないかと思います、乗ってる人がいるんだったら。さあ、トーピード投げていくが、これクーゲルシュライバーがちょっと危ない。で、センサーついてるから、これは引かなきゃダメ。これはセンサーついてるから、もうこれもう、多分この先多分クーゲルにワンチャン挑もうとするんでしょうね、多分ね。これ絶対良くない。もう良くない、良くない。もうこれで勝てたとしてもマジ良くないから。これで勝てたとしても、もう多分もうそのうち通用しなくなってくる。これセンサーついてんだから絶対無理。もう勝てるんだ。OKOKOK。まあ、ただ、今の壁に乗ってるのはセンサーついてるから絶対やっちゃダメですね、今のね。これもうどんな武器でもやっちゃダメよと。これもう、モミジシューターだからとかいう話じゃなくて、普通にやっちゃいけない立ち回りなんで、皆さんも。そこは本当に、覚えておいた方がいいですね。あ、OKOK。これで2落ちしたのはデカすぎる。いいですね。まあ、今、1キルした勢いで、まあ、ちょっとクーゲルに詰めていったのは、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。さあ、ヤグラが奪われてしまいましたが、相手1枚じゃ、ワイドローラーだと思ったら、あれでしたね。スプラローラーでしたね。さあ、トーピードしっかりと投げ込んでいくと。で、もう一回投げたい。いいね。ちゃんと俺が投げてほしいタイミングで投げてくれてるから、これはいいんじゃないかな。で、今の、これはもう、もったいないですね。ヤグラの乗り意識が、味方があまりにもちょっと低いというか、これ今、ヤグラ戻っちゃってるんですけど、普通に、まあ、トラストが多分この後乗ってくれるのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、誰も乗んねんだったら、ちょ、一回誰か乗るまででもいいから、自分が乗った方がいい。で、モミンシューターなんて、あんまりそんな、ガツガツ前線に来てさ、敵をしばき上げる武器じゃないから、誰もヤグラ乗んねんだったら乗っていいんですよ。まあ、若葉とかも。てかまあ、どんな武器でも、まあ、これは乗ってもらった方がいいかなって感じはあるんで、これ敵2枚落ちてんだよね。敵2枚落ちてんのに関わらずヤグラに乗らないのマジもったいないんで、まあ、トラスト乗るよね、それね。まあ、乗った方がいいですよね。で、この潜伏も、ちょっとまあ、ヤグラ、ルール意識がちょっと低いような気がするんだよなって感じはあるんだよ。まあ、ちょっと、その、なんとも言えないけどね。状況というか、で、これはちょっとまあ、引かなきゃダメですね。もう、基本的にね、突っ込みすぎてるわ。なんか、ごめん、ちょっとあんまり強めには言いたくないけど、基本的に突っ込みすぎな傾向がある。こんなんだって X とさ、クーゲルなんか絶対無理じゃん。どう考えても。これはね、突っ込みすぎ。もう、こんなんちょっと見た瞬間、ああ、無理だなと思って、引かなきゃダメ。もう、トーピードぶん投げて、ちょい、ヘイト稼ぐぐらいのことしなきゃダメなのに、これちょっと突っ込んじゃいすぎてる感じがあるんだよな。まあでも、そのおかげでヤグラがちょっと進んでるって言われれば、まあそうなんですけど、まあ基本的にはちょっと、もみじであんまりやる必要はないんだよな、その立ち回りっていうのは。で、まあ言うほどヤグラもそんな進んでないんで、まあ、これに関してはちょっと立ち回りのリスク以上にリターンが少ない。ハイリスク、ローリターンってやつですね。いわばね。まあ、で、これ相手ちょっと矢倉進まれてしまっているので、まあ、関門突破されてしまうという感じですね。で、ちょっとローラーがいる。これは、まあ、ちょっとローラーが、って感じだったな。まあ、今のはちょっと降りたくなる気持ちは、まあ、俺もわかるんで、まあ、あんまり言わないです。俺も多分降りちゃう、今のは。
さ、関門突破されてリードもされている。で、トーピードぶん投げていきたいが、ただモミシュータの悪いところっていうのはね、ここなんですよね。あの、スペシャルとかで、ホップサラ投げてもね、打開できないですよ。まあ、ここはもうね、トーピードぶん投げて、どうにかするしかない。正直言って。うん、今のイカリンをしっかりとスルーしていけないさんですよ。しっかりと足滑りでいく。で、トーピードぶん投げていく、ホップサラぶん投げていくんだけど、まあ、ホップサラ、これちょっと、もったいないホップソナーだな。いや、このホップソナーってちょっと微妙いな。どうなのかな。壊されづらいっていう意味では、まあ、この子に置くのって、まあ、いいと思うんですよね。ちょっと上手い人たちってここに置いてるのかな。ちょっと俺が上手い人たちの動画見なすぎてわかんないんですけど、で、ここに置いて上にウェーブが行ってればいいんだけど、まあ、行ってないとしたら全くここに置く意味ってなくて、で、まあ、ヤグラ、いや、でもどうなのかな。ちょっと微妙いな。これに関してはごめん。何も言わないわ。これに関してはちょっとわかんない。上にウェーブ行ってるのか、行ってるんだったら強いけど、届いてないよな、多分。なんか、あの、段差の上まで行ってないから、ウェーブが。だとしたら意味があんまりないような気がするんですよね。で、ヤグラの進行ルートの上にも、ホップツナーってあんま置いちゃいけないんですよ。ヤグラに引かれて壊れちゃうんで、まあ、今のは多分関門の奥だから、まあ、多分そう簡単にヤグラは行かないと思うんで、まあ、全然いいんですけど、ちょっと微妙いホップソナーな気がしないでもないような気がする。まあ、ただホップソナーの打開力っていうのはめちゃくちゃ低いからな、まあ、今のが刺さったとしても、今のがま、ちゃんと置けたとしてもどうなのっていうところはあるんですけど、つったらま、ホップソナーなんて投げる意味なくなっちゃうじゃんって話になっちゃうんで、ちょっとホップソナーの悪口になっちゃうこれ。言わないようにするんだけど、まあ、でも結構いいですね。今の、これホップソナーがしっかりと、しっかり刺さっていったんですが、ただちょっと関門突破ができていない。このローラーにちゃんとね、マジな下見方もしばかれてしまうという感じなんですけど、ここでちょっと残り1分ぐらいになってしまって、ヤグラに乗られる、目が前が見えない。うわ、これはちょっとね、視界をトリプルトルネードで奪われてしまったんで、ちょっとグレートバリアの存在にも気づかなかったよな。これはしょうがないかなって感じがあるね。もう塗りが終わってるし、右にローラー入ってるし、終わっちゃってんだ、これ。いろんなものが終わっちゃってんだけど、あ、オッケーオッケー、ナイスアシストルということで、相手の関門、第3関門まで行っちゃっていくが、さあ、下に降りたら終わるぞという感じ。さあ、2枚ずつ相打ちしてて、味方がなんとか頑張ってくれているが、ジェットパックが飛んできている。通り、もう、まあそうだね、行くしかない。もうこれはぶっちゃけ行って。いや、でもうまい。あ、でも刺さっていく。立ちも、いや、ちょっといいんじゃないの。まあ、結構刺さってんだ。まあ今はね、正直もう行かないともう死ぬから、負けるから、まあ今のはちょっともう行っていいかなって思うわ。俺でも言ってたと思う。だってもう、なんか、これでなんか突っ込むなとか言われてもさ、もう終わっちゃうからね、普通に。今のはまあ言ってよかった。で、結果刺さって、ヤグラが11カウントで止まってるから、今のはうまかったと思います、普通に。いやー、このヤグラの進行ルート置かないでほしいな、これ。ヤグラポップソナー壊れちゃうんですよね。ヤグラに引かれると壊れちゃうんですよね。これちょっとあんまり、ヤグラの進行ルートには、ホップソナーはちょっとあまり置かない方がいいかもしれませんが、まあ、しっかりと関門突破まで行っていく。なんか、モミジシューターのくせに、すげえ前線出てて、なんか強えな。どうしたどうした、クーケルもやれんのか、やれんのか、やれて行くが、ちょっと後ろのエクスプロッシャーにやられてしまって、これは、な、うわいやー、勝てると思ったな、一瞬。まあ、ヤグラを11カウントで相手のヤグラ止めたのは、まあ、めちゃくちゃうまかったですね。で、最後すごいキル取ってたんで、まあ、キルレっていうか、まあ、キル力で言うたら、チームでは結構上の方を取ってたんじゃないかなと思いますね。まあ、最後の活躍っていうのはめちゃくちゃ良かったかなと思います。ただ、でも、やっぱ総合的に見ると、突っ込み癖が、まあ、ちょっとあるかなって感じはあるんで、まあ、センサーついてて、あのクーゲルに挑んだところは、あれはマジで本当どの武器だろうとやっちゃいけない、あれは。もうセンサーついて、スプラトゥーンっていうのはね、センサーっていうか居場所がバレてるのが、もう圧倒的に不利なんですよ。もう敵に。スプラトゥーンって潜伏でじゃないですか。もう潜伏、もう潜伏しながら敵を翻弄して縛き上げるっていうのがスプラトゥーンの勝ち方なんですよね。もうそれ、もうだから位置がバレるって、そんぐらいスプラトゥーンにおいては致命的なことなんですよ。もうそれなのにも関わらず、対面で勝負を挑むっていうのは、もうどの武器でも絶対やっちゃいけない。で、刺さったとしても、それはもうね、もうそんな刺さったとしても、それはもうレベルが上がれば絶対もう通用しなくなってくるんで、それはマジでやっちゃいけないかなっていうふうに、この試合では思いましたね。はい。まあ、ということで、2試合見てきたんですけれども、まあ、総評で言うと、俺何回も言ってるけど、マジでちょっと突っ込み癖が、まあ、多すぎるというか、突っ込み癖があるかなっていう感じはある。まあ、多分ね、この人も、
本人でも多分分かって、自分でも多分分かってるんですよね。多分その突っ込みすぎてるみたいなこと多分分かってると思うんで、まあ多分直したいなっていう気持ちはあると思うんですよね。まあなんで、まあ全然その理解、自分で分かってるっていうのはすごい、まあ直せると思うんで、まあちょっとそこはちょっと一番直した方がいいかもしれないですね。うん。まあ正直それで切る、取れたとしてもね、何回も言ってるけど通用しなくなってくるんですよ。どんどん。それって相手がたまたま良かっただけなんですよね。それで勝てたとしても。正面で絶対不利な対面勝てたとしても、それは相手が弱かったっていうだけなんで、どんどん勝てば、それ勝てば勝つほど絶対的にそれ頭打ちで、止まってくんです。もう通用しなくなってきます、それは。うん。まあ、なんで今通用したとしても、それはもう先のこと考えたら絶対に通用しなくなる戦法だから、それはもう今のうちにやめた方がいいかもしれないですね。っていう感じがあるかなって思いました。まあ、キルレ的には結構チームでは、まあ、上位取れてるんで、まあ、一番上か、トップ取れてるんで、まあ、すごい、キル力っていうか、まあ、モミシュートのそのいいところっていうのは、トーピード投げてとか、ホップソナ投げてみたいなアシスト入れてっていうのは、すごいやれてるんじゃないかなと思うんだけど、ただその突っ込み癖は直した方がいいんじゃないかなって僕的には思いましたね。で、あと2試合目はちょっとあれですね、ヤグラに乗るタイミングっていうのも、まあ、ちょっと乗れてなかったかなって感じがあるかな。うん、二落ちしてるんだったら速攻でヤグラ乗んなきゃいけないし、まあ、トラストがね、その後多分乗ってくれてたと思うんですけど、トラストのヤグラ乗り意識っていうのは味方あったと思うんで、トラストが乗るまででは、うちが乗るみたいな。まあ、だから、その、味方が乗るまでの間を自分で乗って保管するっていうので、矢倉の進み方ってだいぶ変わってくるんですよ。だから敵が2落ちなんかしたら絶対もう速攻で矢倉に乗った方が良くて、っていうルール関与の意識みたいなのは、まあ、ちょっと2試合目ではちょっと低かったかなって、ちょっと個人的に思っちゃったかな。乗れる時に乗らないと、マジで1カウントがっていう風になりますからね、後々。まあ、なんで、ちょっと乗れる時に乗った方がいいんじゃないかなって思いましたね。モミジシューターなんか特に、まあ、ほんと、なんかホップソナーもさ、ヤグラの上に乗せられるし、俺モミジシューターなんかヤグラに乗った方がいいと思うんだよね、積極的に。味方が乗んないんであれば、僕は乗った方がいいと思うんで、その辺のルール意識っていうのも、ルール変えようっていうのも意識した方がいいんじゃないかなと思いました。まあ、基本的にかなり、やっぱいつも使ってるだけあるなっていうので、対面力みたいなのも、まあ、全然あったと思うんで、モミシュートはすごいうまく立ち回れてたんですが、まあそういうちょっとしたところというか、まあ突っ込み癖と、ルール関与の意識のちょっと低さみたいなところはちょっと直した方がいいんじゃないかなと思いました。っていうので、まあめちゃくちゃいい感じで、ちょっと勝って負けてっていう試合になってしまったんですけど、いい試合だったと思います。はい。ということでちょっとね、今回は結構割とガチめなコーチングしてって、まあ多分、4回かな ?4 回今までやってる中で一番ガチなコーチングしたかもしんないですけど、ちょっとね、皆さんまだまだコーチング動画をね、募集してますんで、まあ、すごい定期的にこう送ってきてもらえるんで、めちゃくちゃ僕嬉しいんですけど、はい、どんどん待ってます、コーチング動画。なんで皆さんね、ぜひYouTube のコメントとか、Twitter の DM でもいいんで、なんでもいいんで、送ってもらえると嬉しいです。ということで、今回終わっていこうかなと思います。バイバイ。